あら、綺麗な空。雨すっかり上がりましたね。そうね、今日はもう止まないかと思った。びしょ濡れでのランニングを覚悟したのだけど。ね、ゆきちゃん、せっかくですし、ちょっと寄り道していきませんか？新しくできたパンケーキ屋さん、美味しいって評判なんですよ。悪いけど、この後トレーニングがあるから。トレーニングなら終わるまで待ちますよ。気持ちはありがたいけど、今日は少し時間をかけて走り込みをしたいの。でもあちこち濡れてますし、今日くらいお休みしてもいいんじゃないですか？そういうわけにはいかない。この町を守るのが私たちの使命だもの。それはそうですけど。でもゆきちゃん、たまには女子高生らしいこともしないと。そんな時間があったらトレーニングを。その気持ちもわかりますけど、いつか後悔するんじゃありませんか？後悔？高校生のうちにしかできないこと、たくさんあると思うんです。優先すべきは町の平和だわ。ゆきちゃんらしい答えですね。だけど私にはゆきちゃんも大切ですよ。初音、今日は諦めますけど、また誘いますね。今度トレーニングがないとき付き合ってください。トレーニングは日々の積み重ね。私に休みなんて必要ないわ。でも女子高生らしいことか。あら、シューズの靴ひもが切れてる。これじゃランニングは無理そうね。確か今日は道場も使えないはず。仕方ない、靴ひもを買いに行こうかしら。あれ、師匠。モモ、どうしたの？トレーニングをしようと思ったんですけど、ジャージを全部洗濯してしまって。モモ、日々の鍛錬が大切だということは分かっているわよね？すみません、これからは洗濯にも気をつけます。いいわ、私も今日は人のことを言えない。師匠？あの、師匠はお出かけですか？ええ、ランニングシューズの靴ひもが切れたから新しいものを買いに。買い物？あの、私もご一緒させてもらえませんか？え、桃と買い物へ？はい、師匠とお買い物なんてめったにない機会ですし、ダメでしょうか？ダメということはないけど。たまには女子高生らしいこともしないと。女子高生らしいことか。モモ、誰かと一緒に買い物に行くのは女子高生らしいこと？友達と買い物やカフェに行く女子高生は多いと思います。そういうものなのね。ねえ、モモ、この後買い物に付き合ってくれるかしら？いいんですか？ありがとうございます！師匠とお出かけできて、私すごく嬉しかったです。靴ひもを買いに行っただけなのに大げさね。でも
滅多にないことですから。買い物は終わりましたけど、そろそろ帰りますか？いえ、せっかくだからお茶でもしましょうか。え？師匠とお茶？私はストロベリーマキアートにするわ。どうしたの、モモ？頼まないの？あ、いえ、師匠がそんな可愛い飲み物を頼むなんて思わなかったので。可愛い？すみません、なんでもないです。あ、師匠、ここのお店はラテアートもしてくれるみたいですよ。へえ、あなたラテアートが好きなの？はい、もちろんラテアートも好きですけど、でも一番嬉しいのは師匠とこんな風に二人でお買い物やお茶ができたことで。そう、そういうものなの。はい、すみません、飲み物を選びます。どれにしようかな。キャラメルマシュマロラテはどう？わあ、マシュマロにキャラメルソースが乗ってて美味しそうですね。私、師匠おすすめのこれにします。楽しみだな。モモ、今日こんなにのんびりしたんだから、明日はトレーニングメニューを増やすわよ。は、はい、わかりました。今の聞いてた？トレーニングメニューを増やすのよ。はい、今日とても楽しかったので、その分明日はいつも以上に頑張れそうです。そう、そういうことなら女子高生らしい時間を過ごすのも悪くないわね。